では、いろいろなところからエネルギーを生み出す理工ナノの取り組みをご紹介してまいります。まず、社会問題にもなっている放置された森林の活用についてです。日本は国土の7割が樹木に覆われた森林大国。豊かで健全な土壌を育む森林を維持していくには定期的な間伐が必要ですが、多くの森林は放置されたままというのが現状です。手間をかけて切り出す間伐材に価値がないのが原因です。私たちはこの間伐材をエネルギーを生み出す資源と位置づけました。富士山麓にある理工環境事業開発センターでは、地域の森林保全と化石燃料の使用による CO2 発生の削減を同時に実現する木質バイオマスエネルギーの地産地消モデルを展開しています。間伐された木々をチップに加工してバイオマスボイラーで熱エネルギーに変換、冷暖房と給湯に活用します。燃料費としては化石燃料、例えば灯油などに比べて 50% 以上のコスト削減となり、経済性も大きな魅力です。森自体も元気になり、より CO2 を吸収できる健全な森へと成長、そして林業の活性化、地元の雇用創出など様々な効果が期待できます。この取り組みは全国の幅広い地域へ随時展開していきたいと考えています。現在、再生可能エネルギーとして最も活用されている水力発電。近年ではダムなどの大規模なものだけでなく、小規模な河川などでの発電が注目されています。農業用水など日本の用水路は全国におよそ40万キロメートルあり、地球10周分にも及びます。また河川を発電に活用できれば、その潜在エネルギーは原発20基分にも相当すると言われています。リコーは落ち葉などの影響で設備稼働率が下がらない水力発電システムの商品化に、企業や大学などのパートナーの皆さんの技術を活用して取り組んでいます。さらに水力発電の水流として、工場やビルの中を流れる水流にも注目しています。この生かされていない水が流れる配管は全国に10万本以上も存在します。や用水路、工場やビル空調の配管など、さまざまな小さな水流に適した効率的な発電スタイルとはどのようなものか、少しの無駄もなく着実にエネルギーに変換するマイクロ水力発電システムの商品化に取り組んでいます。このような小さなエネルギーの積み重ねも、持続可能な社会を実現する一歩になっていくのだと考えます。世の中には分解分別が難しく、サーマルリサイクルされているプラスチックがたくさんあります。例えばこのトナーカートリッジ、プラスチックと金属が複雑に組み合わさっており、トナーも付着しています。この課題を解決するため研究開発しているのが、ハイプラスチック床技術です。技術は使用済みトナーカートリッジをそのまま釜に投入して熱分解するだけで、ハイプラスチック由来の再生油と金属類に分解して再資源化できるというものです。現在リコーではこの実用化に向けて研究開発を進めているところです。このハイプラスチック床が手軽に活用できるようになれば、さまざまな業種で環境負荷と処理費をかけて処理していたハイプラスチックから有益な資源やエネルギーを生み出すことができるようになるのです。では続きまして、こちらをご紹介いたしましょう。
ちらの室内光環境発電素子は、その名の通り室内の照明の明かりをもとに小さな電力を生み出すというものです。そういえばソーラー電卓にも同じような発電パネルがついていたなとお考えの方もいらっしゃるのではないでしょうか。この発電素子は完全固体型色素増換太陽電池といって、従来のソーラー電卓に多く用いられるアモルフォスシリコン太陽電池と比較して段違いに発電効率が高いのが特徴。さらに液漏れがなく安全性が高いので、さまざまなシーンでの利用が可能です。なる IoT 社会では、ありとあらゆるシーンでのビッグデータを収集するためのセンサー用電源としての活用が期待できます。人々が暮らすために使ってきた照明をエネルギー源として生かす、これまで使われてこなかったエネルギーのこんな活用も提案しています。それではもう一つ変わり種をご紹介しましょう。こちらのゴム、一見ただのゴムですが、実は電気を発生させることができます。このように伸ばしたり圧力をかけることで小さな電力を生み出します。ここで発生する電力も先ほどの室内光環境発電素子と同様わずかなもの。ゴムの形状変化でエネルギーを生み出す仕組みで、電源不要のセンサーとして活かせないかと考えています。例えば特急列車の自由席などの着席状況の把握、シート内に発電ゴムを設置し、今どこの席が空いているかをリアルタイムに把握、空席案内に活用できます。発電ゴムの活用はアイディア次第、今後さまざまなシーンでの活用が期待できます。これまでの常識にとらわれないさまざまな場所でのエネルギーの創出、そこには未来の人々の暮らしを支える大きな可能性を秘めています。そしていち早くその効果を形にし、持続可能な社会の実現に近づけていくために、以降単体だけのアクションではなく、さまざまな分野の企業や団体、学校と積極的にコラボレーションを進めてまいります。これからもリコンはあらゆる可能性を視野に、さまざまな領域で挑戦し続けます。持続可能な社会の実現を加速させるために、ご紹介した総エネ技術は新たに御殿場に開所したリコン環境事業開発センターで行われている事業化を加速する取り組みの一部です。こちらはブース内で詳しくご紹介を行っております。